皆さん、こんにちは。キング&プリンスの元メンバーで、リーダーを務めていた岸優太さん。現在は、ナンバーアイのメンバーとして、平野翔さん、神宮寺優太さんと共に、日々奮闘しているようです。そんなナンバーアイですが、トレンド登場回数は数えきれないほど、CD 売り上げは発売初週で50万枚と、他のアーティストを一桁違いで凌駕しています。人気度はまさに国民的、実質ナンバーワンという状況で、羽振りのいい私生活を送っていると思いきや、岸さんのドケチっぷりが凄まじく、なんと差し入れを強奪するほどだと言います。今回は岸優太さんのドケチエピソードについてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。キング&プリンスの元メンバーでリーダーとして活動していた岸優太さん。岸さんは2009年7月20日にジャニーズ事務所に入所し、もともとはジャニーズジュニア、ナイユニット、セクシーボーイズのメンバーとして活動していました。2013年7月には日本テレビ系ドラマ「仮面ティーチャー」にて俳優デビューを果たし、その後も数々の作品に出演しています。このようにアイドルとしてだけでなく俳優としての活躍も注目されている岸さんは、現在はナンバーアイのメンバーとして大活躍されています。そんな岸優太さんですが、キング&プリンス時代の盟友高橋海人さんからドケチぶりを指摘された過去があります。2023年3月29日に放送されたバラエティ番組上田と女が吠える夜、春の超特大2時間スペシャルに出演した高橋海人さんは、番組内で岸優太さんのドケチエピソードを明かしています。番組では、女性と高級レストランに訪れた際、有料のミネラルウォーターではなく無料の水を頼む男性はありかなしかというテーマで女性出演者たちで討論を展開。元モーニング娘。の新垣梨沙さんは、私はこれは全然許せると、特に気にならない派であるとしながらも、ただ私にまでお水でいいよねみたいな圧を少しでもかけてきたら、もうたまったもんじゃないと説明していました。それを聞いた番組 MC のクリームシチューの上田晋也さんは、いる、そんな水でいいよねって聞いてくる男周りにと、ゲストの高橋さんに質問。これに高橋さんは、いやからまあ、でも岸くんとかと、岸さんがそれに近いものに該当すると答え、岸さんの少し変わったエピソードを披露したのです。何でもメンバーたちでじゃんけんをして自動販売機のジュースをおごったり、おごってもらったりということがキンプリ内ではよくあったそうなのですが、高橋さんがじゃんけんに負けた場合は好きなものを飲んでいいようにメンバーに伝えるとのことですが、岸さんがじゃんけんに負けた時に水を選んだら絶対に怒られると話していたのです。高橋さんによると、岸さんは水は番組側が用意してくれんだろ、せっかく買ってあげるんだから俺しか買えないジュースとかにしろよと言って怒ってくるんだとか、水を飲むよう圧をかける男とはまさしく逆パターンな岸さんですが、これを聞いたオアシズの大久保佳代子さんは、せこい、すごい嫌だ、岸くんすごいイメージダウンよ今と、ドン引きしていました。さらに高橋さんは、新品のイヤホンを購入した際、岸さんから以前使っていたイヤホンを譲るようおねだりされたとも暴露。その際、岸さんは、てことはさ、カイト、そのイヤホンいらないよね、俺ちょっとイヤホン壊れちゃってて、それもらっていいと悲しい顔でせがんできたため、あげることにしたとのこと。高橋さんによると、他のキンプリメンバーにも岸さんはおねだりをするそうで、岸くんが着てる服、持ってるもの、多分半分以上メンバーのものなんですとぶっちゃけていました。この仰天ドケチぶりに上田さんは、芸名もう岸くんじゃなくてケチくんにすればいいのになと提案していましたが、高橋さんは、メンバーの中ではケチくんって呼んでいますと、すでにメンバー間では岸さんのことをケチくんと呼ぶことが
定着していると説明していました。このケチ君状態は在籍グループが変わってからも変わらず、倹約家ぶりは健在のようです。7月10日に放送された音楽バラエティ週刊ナイナイミュージック番組内では、1週前の同曲系音楽特番 FNS 歌謡祭夏の裏側を紹介しており、その中で恒例企画であるナインティナインの2人がそれぞれ独自のセンスで選んだ差し入れを用意し、どちらの差し入れがいち早くなくなるのかを競うナイナイ差し入れ選手権が実施されました。岡村隆史さんは一粒が約140円するフルーツトマトを、矢部博之さんは喉のケアにぴったりなニュージーランド産の蜂蜜マヌカハニーで勝負し、出演アーティストたちがおのおの欲しい方を手に取っていく様子が収められていました。バトル終盤にはナンバーアイの3人が姿を現し、平野紫耀さん、神宮寺勇太さんの2人はフルーツトマトをチョイス。どうやら普段はあまり食べることがない高級トマトに惹かれたようです。一方、注目の岸さんはというと、なんとフルーツトマトを2個、マヌカハニーを3個ダッシュ。その VTR を見ていた岡村さんが、また怒られんでと岸さんの大量取りに即座にツッコミを入れるほどでした。なんと岸さんの差し入れを強奪するという様子は今回が初めてではなく、同番組は3月に行われた 2B 所属アーティストたちが出演する東京ドームライブにも足を運び、差し入れ選手権を行っていました。その時も岸さんは明日の朝ごはん分を含めると言い訳しながらカレーパンを7個も取っていったそう。さすがにメンバーの平野さんから取りすぎだと指摘されていましたが、岸さんはそのまま差し入れを持って帰ってしまったそうです。結局はマネージャーから注意されてしまい、カレーパンを6個返却したそうなのですが、超人気アイドルからは想像できないなかなかのライフスタイルだということは、ナインティナインのお二人にも伝わったことでしょう。ケチ君こと岸優太さんは昨年8月放送の上田と女が吠える夜で食事の話題で話を振られた際、本当は外食とかいっぱい行きたい、ウーバーイーツとかも頼みたいんですけど、僕はそのまあお金の面であんまりかけたくないタイプなんでと、食事代はできるだけ節約したいタイプだと吐露していました。超人気アイドルがテレビカメラの前でさえ隠せないのだから、これは国宝級のドケチと言えるでしょう。しかしここまでブレなければむしろ微笑ましいと言えますね。このようにケチであることで面白いエピソードがたくさんある岸さん、自身のケチっぷりは岸さん本人も自認しており、ファンの間でも有名な話のようです。最近ではキング&プリンス時代のものと思われる盗聴音声が流出するという衝撃的な事件も起こっていましたが、そこでも岸さんのケチっぷりが発揮されていました。流出したキンプリのプライベート音声の内容はまさに生々しい男子トークで、下ネタ満載の会話の一部でした。メンバーの中でも盛大に暴露していたのは岸優太さんだったわけですが、 G 行為のおかずがファンザのサンプルだと話していました。こういう部分でもお金をかけずにコスパ重視で生活する岸さん、大人気アイドルとして十分稼いでいるはずですし、もしかして何か目的があって貯金をしている最中なのでしょうか、それともただ単にケチなだけなのでしょうか。逆にどんなところにならお金をかけるのか知りたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。